みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターの講師の滝沢でございます。びっくりするほど緩い楽天、イエーイということで、私、滝沢がこの楽天というサムシングをですね、なんか砕いてお話をさせていただくサムシングの動画でございます。まあ、簡単に言うと、まあ、すごいね、このいろいろこの楽天を噛み砕いてお話しさせていただきますので、緩く楽しく音楽理論を学んでいこうぜ、イエーイという、そういう感じの動画でございます。今回は第1章のこの不評と音名というところを皆様にお話しさせていただこうかなと思います。不評と音名。まあ、もうそもそもこの不評という単語自体がそんな使わないんで、もう不評って何やねんという話になってしまうんですけれども、なんか一応まあ漢字で書くと楽譜の風鈴をこの表すという感じで不評という感じです。まあ、これも別に覚えなくてもいいと思います。もう普段不評なんて言わないですもん。ちょっとこれがテキスト読まずにそのままガーッといろいろ書きながら説明させていただこうかなと思います。まず、五線というものがあるわけですよ。五線。五線。これは何かといいますと、五本の線です。かっこいい！五本の線！すげえ！五本の線があるのか！うお、すげえ！そして、ついでに覚えておいてください。この五本の線があって、ここがドの音です。で、この線の間をこう通っていくと、どんどんとこの音が上がっていくんですけれども、これもついでに覚えておいてください。これがドです。で、その次、このお団子が串に刺さっていない状態がレです。刺さっている状態がミ、刺さっていない状態がファ、刺さったのがソ、刺さっていないのがラ、同じようにシ、ドという感じでこんな表記をしていきます。この団子が串に刺さっているか刺さっていないかで判断をしていくわけなんですね。で、楽天によると、それぞれ名前があるとありますが、これは全然覚えなくてもいいです。ここは第1線、ここは第2線、ここは第3線、なんていう言い方をするみたいです。で、同じようにこの間に対しても名前があって、ここは第1巻、第2巻、第3巻とかあったりするらしいんですが、これは全然覚えなくても大丈夫です。で、下線というものがありまして、加える線に下線。がありまして、この五線譜上で表しきれない場合は、補助線を付け出すことができるよということでございます。なので、このドとか、まさにそうですね。同じように、下のほうにこう、ね、どんどんどん音を追加するときに、この下線をしていくことができると。で、理論上はこの下線、別にいくつでもやっていってもいいんですけれども、さすがにこういう書き方をすると、ね、めんどくせえよという感じでその演奏する人に怒られてしまうので、基本的にはこの五線からあんまりはみ出さないように書いていこうねという暗黙のルールはございます。で、その下線に関しても一応名前があって、これは全然覚えなくてもいいです。ここが第一、下第一下線、下第二下線、下第三下線。で、上のほうに関しても、これは上第一下線、上第二下線とかって言ったりするらしいんですが、これは全然覚えなくても大丈夫です。で、いろんな楽譜を書いていくと分かると、見ていくと分かると思うんですけれども、この五線の中だけで収めるのって、まあ、結構難しいものがあるんですよ。結構難しいものがあります。その中でオクターブ記号というものがあるんですが、これはちょっと覚えておいてもいいかなと思います。ちょっと覚えておいてもいいです。ギターソロの部分とか見てみると結構出てくることがあるので、あ、これのことかみたいな感じで、少し面白くなるかもねみたいな。でも全然覚えてなくていいです。まあ、覚えなくていいって言ったら、まあ、この動画存在する意味がなくなっちゃうんですけども。まあ、なんとなく知っておけば OK です。さっきも言ったとおり、この中だけで表せないものに関しては、上のほうにこういろいろ書いたりとかします。こういう感じで。でも、ちょっと上のほうに書いてあるから読みにくいし、書くのも面倒じゃないですか。この音はミ、レ、ファなんですけれども、毎回毎回こんな補助線書いてもちょっと面倒くさいなと。ということで、登場するのがオクターブ記号というものでございます。バンドスコアとかで、こういうの見たことないでしょうか。この宣言があった先の音に関しては、全部1オクターブ下げて、譜面を書きますよという宣言です。なので、ここでこのミ、レ、ファとあったならば、これと全く同じような、同じ意味合いになります。同じようなというか、同じ意味合いになります。こんな感じでオクターブ下げてこうやっていくからねという記号。でございまして、名前としては、アル・オ・ターバ・アルトと言います。アル・オ・ターバ・アルト。アル・オ・ターバ・アルト。こんな感じ。
バンドスコアとか見ると、ギターソロの部分で結構出てきます。よかったらちょっと探してみてくださいませ。楽譜によっては8VA とだけしか書いてないものもあったりとかしますし、もっと長ったらしく書いたりとかもしますが、まあ、とりあえずこんな感じです。8VA が多分多いなという感じですね。で、上のものを下げる記号もあれば、もちろん下のものを上げる記号もあるわけでございます。例えば、てんてんてん、てんてんてん、てん、ドレミ、あ、違う、ドシラソファミ、これはミです。ちょっと自分も書いておいてよくわからないというね。これはミファレです。ミファレ。でも、毎回毎回こう書くのめんどくさいですよね。そこで登場するのが、これは8VA バッサ。こっちはアロタババッサと言います。アロタババッサ。これの宣言した後だと、ここからしばらくはそのオクターブ上げて書くからよろしくねという感じになります。なので、これとは混合しないんですけれども、ちょっとこれは見えない、見えない、見えないです。いや、皆さん見えないです。ここの辺は見えないです。これの宣言があった後は、そのオクターブ上げて書くからよろしくということなので、これと全く同じ意味合いになります。ベースとかに使われるやつなんですけれども、ものによっては 8VB としか書いていないものもあったりとかする感じです。もしかしたら上に書いてある楽譜もあるかもしれない。この辺はあんまり統一されていないので、楽譜によりきりという感じですけれども、こういうものがあると覚えておいていただければいいかなという感じです。ちなみに、ギターの楽譜を5000譜で読む人ってなかなかいないと思うんですけれども、実はギターの楽譜に関しては全部そのオルタババッサを前提に書かれております。ギターって意外と音程が低いので、そのまま5000譜で書こうとすると、補助線がすっげえ必要になってしまうんですよ。なので、もうオルタバッサと宣言しなくても、もうギターというのはもうそういうふうに弾くものだということになりますので、ちょっと覚えておくといいかもしれません。その単純にそのギターやってない人、例えばキーボードの人とかがその書いた楽譜とかを、5000譜とかをそのまま忠実にギターで弾こうとすると、必ず1オクターブ低いことになっちゃうんですよ。この音をギターで演奏しようとすると、5弦の3フレットをイメージするかもしれませんが、5弦の3フレットの音は実はもう1オクターブ低いこの辺にある音の音だったりとかしますので、ご注意くださいませ。そんな感じです。オルタババッサ。ギターはオルタババッサ。ちなみにベースもオルタババッサ。そんな感じです。次行きましょう。音部記号。この辺はなんとなく知っていればいいんじゃないかなという感じです。なんとなく知っていればいいです。音部記号、3つ紹介してくれております。ちょっと順番にいきましょう。まずこれ、ト音記号とかって言ったりとかしますね。学校ではト音記号と習ったと思います。ト音。かっこよくドイツ語で言うとすると、ジー・シュルッセルです。ジー・シュリュッセル。ジー・シュルッセル。英語で言うと、ジー・クレフです。ジークレフ。日本語で言うと、ト音です。ドイツ語で言うと、ゲーシュルッセルかな。ゲーシュルッセル。日本語だと、ト音。英語だと、ジークレフ。もうどうでもいいですね。どれでもいいです。好きな名前で呼んでください。こういうのがあります。で、もう一つは、平音です。平音記号。これは、ドイツ語で言うと、なんて言うんだっけ。シュルッセル。A で AF。F シュリュッセルかな、これは。F シュリュッセルでいいのかな。で、F クレフという感じです。シュリュッセルってすげえですね。シュリュッセル。そんな感じで、またこの等音記号、平音記号とはまた別に、波音記号というのがあるんですけれども、これ普段お目にかかることはないと思います。ちょっと僕も書いたことがないので、これどう書けばいいのかわからないんですけど、コーラスとか、で使う記号でございます。なんか5000部の中で頭のところにこんなの書いてあったりとかするんですよ。ちょっとこの楽譜、僕見たことがないんでわかんないんですけれども、こういう波音記号というものがあったりとかします。とりあえず、ちょっと真面目に覚えておいていただきたいのは、この音は、この音部記号、ト音記号は、ソの音を決めるために存在している記号でございまして、この記号は、ファの音を決めるために存在している記号。で、これは使わないから別に覚えてなくてもいいですけども、どの音を決めるために存在している記号でございます。これは波音記号、もしくは C クレフ、C シュルッセル、セーシュルッセルかなとかになるんですけども、こんな音部記号がございます。
で、まあ、これの使い方としては、五線譜にこうドカンと置くわけでございます。ちょっとこんな覚え方をしてみてください。等音記号の場合は、ここ、この開始地点、こいつ、こいつ、この辺、ここを「ソ」とします。という記号です。で、平音記号の場合は、この点と点の間、ここ。ここをファとしますという記号です。で、やなくてもいいかもしれないですけれども、破音記号の場合は、ここ、この真ん中、このなんかへこんでいるこの真ん中のところ、ここをドとしますという記号になります。あんまり見ないですけれども、一応楽譜としては、まあ、これがずれる楽譜を存在すると、一番多いのは、こういうやつ。ここの線をソとしますよというのがすごく一般的です。で、平音記号に関しても、こういうやつ。ここの部分をファとしますよという記号、楽譜がまあほぼほぼ全てという感じです。でも、たまにそのバリトン楽譜とかいうもので、これがちょっとこうずれたりとかするんですが、ちょっと僕はこういうの見たことがないです。この場合だったら、ここがファとして前提になるので、結果的にドはここになるわけですね。これはちょっと見たことがないんですけれども、なんか低音部記号という形で楽譜に載っていますが、ちょっとこれは見たことがないです。まあ、そんな感じで、等音記号の場合はここからビームが出て、この音をソとします。平音記号の場合はこの点々の間にビームが出ていまして、このビームを食らっているところがファになるという感じで覚えておくと良いかなという感じです。はい、これが音部記号という話でございました。ありがとうございました。音部記号。等音記号。破音記号、破音記号、破音記号って使いますか？使ったことありますか？ちょっとこの動画をご覧いただいている方の中で、破音記号をよく使っているよという方がいらっしゃったら、ちょっとコメントしていただけると嬉しいなという感じです。コーラスとかに出てくるんですかね。まあ、とりあえずそんな感じで、その音部記号を伴った五線を、これを、音部記号を伴った五線を、譜表と呼ぶと、楽天様は申しております。譜表と呼ぶと。なるほどね、なるほどね。で、同じようにじゃないか。またこの五線があって、音部記号があって、まあ、ピアノとかの場合ですね。こんな感じで、そのね、二つの音をガーッと、二つの譜表を重ねたものを大譜表と言うようと、楽天様はおっしゃっています。それ大貧民みたいな感じですね。大譜表。大譜表。で、バンドスコアみたいな感じで、このいろんなパート、まあ、ピアノがあったりとか、ギターがあったりとか、ベースがあったりとかっていう感じで、そのいろんな大譜表とか譜表がこう重なったものを、奏譜と呼びますと。まあ、英語で言うと、そのスコアってやつですね。スコア。っていう感じです。はい、終わり。譜表、大譜表、奏譜。その3つがポイントとなります。別に覚えなくてもいいんですけれども、なんとなく、まあ、頭の片隅に入れておいてくださいませ。覚えなくていいんだけれども、ちょっとよくないですね。これタブーだな。それを言うと、もう何も説明する必要がなくなってしまう。次、音名いきます。ちょっと音名とあと変化記号という感じですね。多分結構サクッと終わると思うんですが、そうですね、サクッと終わりそうですね、今回は。音名。イタリア語が一番一般的でございまして、ドレミファソラシという音名が一般的でございます。で、まあ、いろんな国があればあるほど、そのやっぱ音の名前というのは存在するわけでございまして、イタリア語とかとドイツ語とかあったりとかします。ドイツ語。セ、デ、エ、エフ、ゲ、ア、ハ。なぜここが H になるのかはよく知りません。まあ、このドイツ語もあります。で、日本語ももちろんありまして、ハニコヘトイロ。音楽の授業でちょっとやったかもしれないですね。中学生のときとかにやってるかもしれないです。僕も中学生のときの音楽の授業で、なんかこういう話を聞いたような覚えがあります。で、もちろん英語もありまして、C、D、E、F、G、A、B。こんな感じです。イタリア語はどの業界でも使うんですけれども、ドイツ語はやっぱりクラシック関係の人たちが使うことが多いです。で、本当に日本音楽とかやっている方は本当に日本語を使うことが多くて、まあ、僕らみたいなそのバンドとかギターとかベースとか西洋音楽をやる人はなんか英語を使うことが多いという感じで、だからそのジャンルによって何語を使うかが
変わったりとかするんですが、なんか知らないですけども、どのジャンルの人もイタリア語は絶対使います。なぜか。なぜか。で、まあ、バンドの人たちは英語とイタリア語をこう、ね、いろいろこう使っていくような感じでしょうか。ドイツ語で言われて、僕もなんかこう分かるっちゃ分かるんですけども、ちょっと理解するのに時間がかかるって感じですね。同じように日本語で言われても、ちょっと待ってっていう感じになってしまいます。まあ、等音記号とか平音記号とかで、なんとなく日本語は使うけども、なんかあんまりピンとこない感じですね。まあ、こんな感じで、いろんな音名があるよという話でございました。で、その音名に対して、変化記号というものをつけることがあると。ちょっとここは読んでみましょうか。変化記号。変化記号とは、ある音を間音を変えず、高く、あるいは低く変化させるために用いられる記号を言い、調合、または臨時記号として用いられる。1. 調合として用いる変化記号。調合に用いられる変化記号は次の2種類がある。シャープ、フラット。この2つでございます。2. 臨時記号として用いる変化記号。調合として用いられるもの以外の変化記号を臨時記号という。臨時記号には次の5種類がある。バラ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 。そんな感じです。この変化記号はちょっと覚えておいてもいいかもしれません。変化記号、なんとなく知っているかもしれないんですけれども、このシャープとかフラットとか、あとナチュラル。まあ、この辺はよく見ますよね。この辺よく見ます。ただ、ちょっとマニアックなのが、ダブルシャープとダブルフラットというものです。Eフラットとかのそういうキーでたまに出てくるという感じですね。同じようにその C シャープとかのキーでたまにダブルシャープとかが出てくるような感じです。でも、普通の楽譜の中ではまずダブルシャープ、ダブルフラットはそうそう出てこないです。僕もあんまり見たことがないです。とりあえずこの3つだけ、覚えておけばいいと思います。シャープというのは半音上げるという記号です。で、フラットというのは半音下げるという記号です。で、こうナチュラルというのは無効という記号です。つまり、なんかシャープという指示がありました。でも途中でそのシャープをやめたいです。というときにこのナチュラルがついて無効になるわけです。で、ダブルシャープはその名前のとおり、上が2回です。上に2回行きます。で、ダブルフラット前は下に2回行きます。本当にもうそのままです。もうダブル、ダブルでシャープ、ダブルでフラット。そんな感じです。で、使い方がいくつかありまして、この変化記号が、この音符記号のすぐ横に来ている場合、こんな感じで、間違えた。こんな感じで、音符記号のすぐ横に来ている場合、こういうときは、調合と呼ぶと。調合。なんでかっていうと、このシャープがいくつかあるかによる、いくつあるのかによって、もうその調というのはもう、ね、もうすぐ決まっちゃうわけなんですよ。なので、その調を決めるための記号ということで、調合という言い方をするわけです。調合としてここにシャープが存在すれば、もうその曲中ずっとこのシャープが有効になります。どこかでたまにこのナチュラルが出てきたりとかして、こういうときにまあ、ね、あのドシャープがドになったりとかするんですけれども、ナチュラルが出てこない限りは、この曲中に出てくるドの音すべてドシャープに変化するという感じです。これが調合。です。で、他の変化記号の使い方としては、調合としてではなくて、途中でいきなり出てくるやつ。このある程度演奏してたら、途中でいきなりブンッと出てくるやつ。こういう人は、調合ではなくて、臨時記号と言います。臨時記号。臨時記号。この臨時記号に関しては、この小節内だけ有効という感じですね。この小節をまたいでしまうと、この人はもう無効になってしまいます。なので、別にここにナチュラルとかつけなくても、もともと無効になっているという感じです。でも、分かりやすく混合しないために、シャープがついた後はナチュラルをつけるというのが、まあ、なんかね、たしなみみたいな感じになっていますけれども、まあ、実際はつけなくても大丈夫というのがあったりとかします。で、さっきちょっとお話をさせていただきましたが、調合として使えるのはこの2つ。たまにその変化があったとき、その変調があったときにナチュラルも使われますが、この3つが基本的に調合として使われます。で、臨時記号の場合は全部使えます。全部登場します。こんな感じでございます。はい。
まあ、気をつけたいところとしては、調合というのはその頭のところにこうバーッとあって、その曲中ずっと有効だということ。で、この臨時記号、途中でバーンと出てくるものに関しては、その小節の中だけ有効になるという感じです。小節をまたいでしまうと無効になるので、その辺をお気をつけくださいという感じでしょうか。はい。なんか、まあ、今回はこのあんまり盛り上がりがないまま、なんか終わってしまった感じがあるんですけども、どうでしょうか。本当になんか大丈夫かな。なんかすごいさらっと終わってしまって、なんか僕がすごく不安になってきましたが、でもまあ、いいか、大丈夫ですね、大丈夫ですね。まあ、そんな感じでございます。よかったら変化記号を覚えておいてくださいませ。で、まあ、さっき言いましたけど、不評とか、そのね、なんかこう、大不評とかっていう言葉はまあ使わないんで、覚えなくても大丈夫でございます。では、ちょっと今回はさらっとして、でもさらっとしないわ、20分あるわ、長いわ、十分長いわ。そんな感じで、じゃあまた違う動画でお会いいたしましょう。やったぜ、音符記号覚えたぜ、イエーイ、イエーイ、調合も覚えたぜ、イエーイ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。